バシリー・ホミチ・シャランゴビチは、ベラルーシ人のボリシェビキ。1897年3月4日に、ロシア帝国、ビリナ県コチャヌイの農家に生まれた、ベラルーシ人。1910年からモロデチュノで、鉄道技師として働き、1917年12月から、ボリシェビキの党員となった。 1918年から翌1919 19年12月まで赤軍に所属し、その後は党中央委員会の指令によってミンスク県で地下活動に従事していた。ポーランドの防御用機関によって1920年5月に逮捕され死刑判決を受けたが、重労働20年に減刑され、さらに翌1921年11月には捕虜交換によって釈放された。 同年から翌1922年まで、白ロシア社会主義ソビエト共和国法務、副人民委員、1922年から1923年まで、同国検察官、1923年から1926年まで、白ロシア共和国労組会議組織部部長及び、責任書記、 1926年から1930年までは、ロシア共和国シベリア地方労組同盟議長を務めた。1925年12月から1927年1月までは、白ロ,ロシア共産党中央委員。1930年8月までは、連邦共産党イルクーツクカンクイ責任初期でも、あった。同年10月15日から1934年8月3日。 までは白ロシア共産党中央委第二初期及び中央委局員でもあった。この頃にシャランゴビチはポーランドソビエト戦争中のパルチザン活動を称して赤旗勲章を授与されているがこれは国民からの人気が低かった当時の中央委第一初期ニコライギカロが国民から支持のあったシャランゴビチに取り入るために与えた事実に基づかないものである。その後 1934年から1936年までは、カザフジチ共和国で、同年から翌1937年3月までは、ウクライナ共和国ハリコフ州で、連邦共産党中央委付属の、東東正位メンバーとして活動した。同年には、白ロシア共産党民宿ー、第一初期でもあった。1937年3月18日から7月29日まで、 白ロシア共産党中央委、第一初期及びサイドの中央委局員を務め、この4ヶ月の任期のうちに、白、ロシア国内において3000人の処刑と9000人の追放を断行している。同年6月の白ロシア共産党第16回大会の席上で、シャランゴビチは、我々は、日本、ドイツ、ポーランドのスパイ、工作員の残党。 トロツキー・イブハーリン一味や民族主義者の残党を根絶やしにしなければならない。どこに隠れていようが、奴らを粉になるまで叩き潰し、引き潰さなければならないとの言葉を残している。しかし、直後の7月17日に右翼トロツキスト陰謀事件に連座して逮捕され、裁判の結果、自身が1921年からポーランドのスパイとして、反訴活動に加担してきたことを認めた。 そして翌1938年3月13日に連邦最高裁軍事参議会によって死刑を宣告され同月15日に銃殺された。その後、シャランゴビチは1957年12月に名誉回復、翌1958年に投石回復がなされた。ありがとうございます。